どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はまたこれをやってみたいと思います。iPhone X だけで、生活も仕事もできるんじゃないか in 東京です。小さなパソコンっていうふうに言われてます。携帯電話じゃなくてもうこれはパソコンだよというふうに言われておりますが、だったらこのパソコンの代わりに十分これでも仕事できるよねと。普段こう都内移動している中でもこれを持ち運ぶのが重いのでこれを家に置いてこれだけでもう外出歩くことができたら超身軽じゃんと。で、前回この iPhone X を使って検証した時っていうのは Apple Pay 使えなくても現金で払えばいいやみたいな、こう言っちゃえば甘えみたいなのがあったわけなんですけども、今回はこのお財布とカードは本当に家に置いていきます。パソコンも家に置いていきます。本当に今回はこれ1台だけ持って、やってみたいと思います。どういう風な便利を感じてどういう風な不便を感じるのかっていうのがちょっと僕自身気になったので、今回ちょっと、気になったらやってみたいということで、せっかくならこの動画でちょっとチャレンジしてみたいと思います。ありがとうございます。もしもし、お世話になっております。私、吉川と申します。ありがとうございます。助かります。はい、ありがとうございました。失礼いたします。これは当然ですよね。スマホで電話こそしましたけど、パソコン見ながらやっちゃったんで、なんか今回の趣旨からいきなり外れたっていう感じがしますけども、スイカチャージっていうアプリとスイカっていうアプリが2つあります。で、僕が使っているのはこのスイカっていうアプリです。で、今こんな感じで52円が入ってるんですけど、この下の入金カッコチャージを押します。このクレジットカード、このクレジットカードを登録したっていう感じです。このビザのマークとこの Apple Pay どっちを押したとしても、このカードから入金っていうのは変わらないんです。なんですけど Apple Pay を押すとカードを追加ってなぜか出るんです。なのでこの Apple Pay のマーク意味ないじゃんって感じなんですけども、なので今回はこの左のやつを押します。ピッ。あれから15秒後にこうやって無事数字が積み上がりました。はい、これで入金完了です。ちなみに前回のおさらいなんですけども、この iPhone の中に T ポイントですね、見えるかな、この T ポイント、あとこのヨドバシのゴールドポイントアプリ、これも入れました。電車の移動はスイカで、他の決済 Apple Pay なんかはさっきの登録したクレジットカードで、あとポイントカードはツタヤの T ポイントカードとヨドバシのゴールドポイントカード、ぐらいでいいんじゃないかなっていう感じです。はい、ということで、何か買ったらそれを入れたり、レシートを入れたり鍵を入れたりするためのカバンは一応背負っていきます。ここに AirPods もついてますし、はい。で、それ以外のこのパソコンとあとスマホ、スマホを持っていくんですけど、カードとお財布、これはちょっと今回置いていこうと思います。はい、じゃあ今から外に行ってこの iPhone X だけで仕事もプライベートもできるのか実験してみたいと思います。いやー、今日も本当に爽やかでいい日ですね。気持ちいいです。あ、運転免許証忘れた。大丈夫か。はい、大好き秋葉原に到着しました。時間もいい感じでお昼時になってます。なのでまずは軽く腹ごしらえの方に行きたいと思います。これは使えるけど Apple Pay は無理か。すいません、Apple Pay って使えます？あ、使えないです。あ、わかりました。ありがとうございます。
Apple Pay って使えます？ Apple Pay は使えない。あ、わかりました。すみません、ありがとうございます。あれ、すみません、ちょっとお聞きしたいんですけど、あのこちらで Apple Pay って使えますか？ Apple Pay？ あ、すみません、ありがとうございます。すみません、まずいですね。早速ご飯にありつけないという事態が発生しております。あれおかしいな、なんか Apple Pay のサイトにはこのマークがある場所ならどこでも使えますよ、 Apple Pay は使えますよっていう風に言ってるんですけども、店員さんに聞くと Apple Pay 使えませんみたいな。多分店員さんもよく分かってないと思います、この仕組み。僕は明らかに Apple Pay に対応していなさそうなところには行っていないので、使えるだろうと思って行ってるんですけど、まあ、ことごとく惨敗しております。あの財布持ってきてないと結構焦るんですね、やっぱり。どっか調べればいいのか。すみません、あのここって Apple Pay って使いますか？Apple Pay っていう支払い方法があるんですけど、スイカみたいな感じで、はい、すいません。これ Apple Pay 対応してるのかな？フェリカなら対応してるらしいですけど。すみません、まだこの唐揚げ30分食べようとやってます。あ、これってすみません、 Apple Pay って使います？あ、ちょっと使わないです。あ、使えないです。あ、すみません、ありがとうございます。あ、ここは食べたかったよ。ありがとうございます。 T ポイントでは、はい、Tポイントに842ポイントあってよかった。まあとりあえずでも美味しくいただけたのでそれは良かったです。ありがとうございます。美味しかったです。ということで、まあ腹ごしらえもできたので、次はコンサルしたりコンテンツ作ったりいろいろ、まあ仕事しに行きたいと思います。まあ文字入力であったり電話したりとかそういうことはできたんで、あとこう文書入力でもうちょっとあのやり込みたいところとか時間がかかりそうだなと思ったことに関しては家に持ち帰って続きをやりたいと思います。はい、じゃあそれでは続いてちょっと買いたいものがあるので、また行きましょう。これがあれば簡単な入力がパソコン家に置いて出かけられるし。うひょー、259万円。マジか。おお、めっちゃ軽い。でも手が出せない。でも本命はそっちじゃなくて。そう、このカメラ用のフィルターケースと。あ、先生こんにちは。これお願いします。で、この Apple Pay で支払いできますか？アップルペイ。ああ、できますね。はい、アップルペイの何になるんですかね、この中の。多分 ID です。 ID、 はい、ヨドバシのポイント、はい、じゃあ、違う、はい、じゃあポイント使ってください。はい、あ、はい、利用できません。アップルペイの中 の、 中の何か登録されてるはずなんですか。あ、なるほどですね。はい、クイックペイですね。あ、クイックペイ。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで東京駅に来ました。あの特にここに来た意味はないです。単純に好きだから来ただけです。もう本当に気持ちいいですね、ここの空間は。最高です。あ、てかさっきのあれ、あの支払いのやつなんですけど、このマークがあるところならどこでも使えますよっていう Apple のこの公式サイト、
の書いてあるところなんでやつなんですけど、でもただ僕の場合はこの Apple Pay に登録したクレジットカードのこの部分、がクイックペイなので、クイックペイが使えたっていうか、クイックペイを選択して支払ったって感じですね。こう Apple Pay 使えますかじゃなくて、クイックペイ使えますかっていう聞き方が僕の場合正しかったということになるんじゃないでしょうか。 Apple Pay ありますかではなくて、この右下にあるマークが使えますかっていう言い方をした方がいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと今の説明で合ってるかどうかっていうのは全く自信がないんですけども、あなたはどう思いますか。次にこの買い物した履歴っていうのを財務管理表というか現金出納帳の方につけていきたいと思います。って言ってもまあエクセルシートに入力するだけですけど、はい。で Google のスプレッドシートを読み込みましたと。スラ5スラ21、あ、そうか、ここは現金出納帳だからいらない、マネーフォワードですね。交通費を押して1000円、はい、保存、ピ、入力完了しました。 あとはその PDF ファイルを出力したりとか、そのファイルを転送したりっていう仕事もあるんですけど、今日はそういうのがなかったですし、あったとしてもまあ家に帰って、まあそんな急ぎじゃないので、家に帰ってゆっくりパソコンでやればいいなっていうふうに思ったので、はい、今回はそれは省かせていただきます。まだ僕も強く操作方法を分かってないんですよね。なのでこうスマホでできるところはスマホでちゃちゃっとやっちゃって、本当にできないところだったり、パソコンでやった方が圧倒的に早いものっていうのはもう家に帰ってやろうと思います。はい、なんかちょっと中途半端ですいません。ちょっと夕方になってきまして、そのコンテンツ作りだったりコンサルだったり、ちょっとやり残したことは家に残って、家に帰ってやりたいので、ちょっともう家に帰ろうと思います。動画編集スマホで、まあ、iMovie があるので、ここでもうザックザック切って貼り付けてもう終了でもういいんですけど、でもせっかくならなんか面白おかしく、なんかあなたに笑ってほしいなっていうふうに思うので、ちょっとパソコンで動画編集はやります。まあ、今回はその小さいパソコンって言われているスマートフォンで、じゃあパソコンって言うからには本当に仕事だったりそのプライベートだったり、まあ、何でもできちゃうよねっていうふうに思ったんですけども、まだまだちょっと僕のその学習能力っていうか、僕の知識もそうですし、周りの環境インフラもそうですし、あとはその時代もあるかもしれないですけど、この Apple Pay っていう技術にその僕たちが追いついてないんじゃないかななんていうふうにちょっと思いました。そう、僕もそれに合わせてちょっと知識だったり使えるお店だったりっていうのをちゃんと確認しようと思いました。まあ、でもこれからどんどん iPhone X が活躍してくれる時が来るかなというふうに僕も思ってますんで、はい、それはおいおいこのチャンネルでシェアさせていただきますので、ぜひ今回の動画がちょっとでもこう絵的にちょっと良かったんじゃないですか、面白かったですって思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回は小さいパソコンと言われているこのスマートフォンを1台だけ持って都内を歩き回ったら身軽じゃなかったっていう、まあ、そういうお話でした。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。